アングヤロアウナフローラ、カーティスボタニカルマガジンからウォルター・フィッチ・アングロア族、アングヤロアは卵化植物の一族。花が壺状で上向きに咲くため、チューリップ・オーキッドなどと呼ばれる。リカステ属に近縁で、交雑種も作られている。アングロア族はリカステ属に近縁な大型の卵である。花は上向きに咲いて、壺状ないしカップ状であり、チューリップに似ている。 このことから時にチューリップオーキッドとも呼ばれる。また神弁が蝶都外に接続して揺れることからユリカゴランの名もある。なお、これは神弁の形が乳児を思わせ、それがカップ状の花冠の中に収まる様によるとも言う。学名はペルーの植物学者であるダン、フランシスコでアングロに懸命されたものである。大柄で美しく鑑賞用に栽培されることもある。 特に本属とリカステ属との人工交配である、アングロカステも作られている。A クラウジー、花の構造ジョンデーのスケッチ地上性、または着生の大型になるラン。ニセ玉系はやや扁平な卵型で、縦にシワが入る。葉はその先端に3から4枚をまとめて生じ、長楕円型で角質、縦シワがある。ニセ輪系が完成すると葉を落として休眠する。家系は、 ニセリン系の基部から数本出てそれぞれ先端に一毛をつける。花は大きくて、多肉質、額と花びらが大きくて重なり合って、壺状、ないし、コップ型になり、多くは上を向いて開く。新弁は三列、側下弁と額片の中に収まる。その基部は、随中と可動の関節で接続する。新弁は、揺れ動くことができる。南アメリカのコロンビア、 ベネズエラ、エクアドル、ペルーなどのアンデス山脈に分布。標高1500から2500メートルに生育し、崖や急斜面の地上にあるか、苔が生えた木の絵に着生する。A、アコスティオークリー A、ブレビラブリーロウルフ A、クリフトミー JG ファウラー A、クラウジー・リンドル、A、ズビア、RCHB、F、A、イバーニア、 リンデン XBS ウィリアムズ A フォーハンドハイ C モリンバリエーションフォーハンドハイバリエーションマクログロッサオークリー A ロルフサンダー X ロウルフ A ラカリリンドル A スペキオサリンデン A トグネティオークリー A ウナフローラルイズパブ A バージニリスリンデン XBS ウィリアムズバリエーションターナーイオークリーバリエーションバージニリス洋蘭として園芸用に栽培される略称は アンである。人工交配も行われている。だが、より重要なのは、本属トリカステの人工交配品で、これをアングロカステアングヤロカストという。最初に作られたのは1903年登録のもので、あるが、その後あまり作られなかった。しかしその後次第に増加して1994年には、60ほどが登録された。それらは、 リカステ族の花形と、より大きく豊かな歌謡。それに、夏の暑さへの耐性を求めての後輩である。多くは、性質が、リカステより強健。青山 P168, 唐沢監修 P33, 唐沢監修 P33 以下、主として、唐沢監修 P33 度シ P237 度橋 P237 度橋 P237。 唐沢監修 P33、唐沢監修 P34、飛ばし P237。ありがとうございます。